泣いてるご飯酢飯になっちゃって、あー酸っぱいお目がしみるよってことが。あー探偵さん、探偵さん、探偵さんは探偵なのか、中長じゃん。確かにちょっと探偵っぽい貫禄はあるけど、ひらめいたぞ、サミングをひらめいた、ピコーン、ひらめき。お、かぶり物変えたらダンディーになった、武将髭まで。やれやれ、それで今回の依頼は何だねと。探偵になっちゃったよ町長が。そして探偵さんってどんだけ遠い距離で会話してたのお前ら。秋のとこにさ町長いたからさ。いい眺めだね、落ちたら命はないぞ。でも落ちないだろうね多分、勝手に浮かんでくれるし。よいしょ、ちょっとスペースくれよ。町長、町長、あよかった。たどり着けた。こんにちは。ん？こっからは登れないか？あ、意外といける。こんなオーバーハングもものともしない。さすが探偵だぜ。どうしたの？あー、探偵さん。子供が6人いたんだけど。あ、イクラか。君はイクラだったんだね。軍艦巻き。だけど、食べちゃったの？どこに行ったの？見つけてください。お願いします。何でもしますから。やれやれだぜ。どうしたらいいんだろうね。探偵としての誇り。イクラキッズ。6人探して。今なんか降ってきたぞ。お、マグロ。トロ編。寿司食いて、よいしょ。お尋ねしたいんですけども、いくら知りません？トロ寿司さん、おかえり。これ上のシャリ交換できるかな。お、こんにちは。ドラゴンボールみたい、うんこのそばに。捕まえてみて。え、また逃げんのお前。ジグザグに行って、はいよ、楽しかったね。これで親元に連れて行けばいいのか。しかし横のうんこが気になる。君ちょっと今ね食べ物運んでるからうんこは近寄んないで。春の方にも卵。また聞き込みに行かなくちゃいけないの？ちょっとすみません。いくら知りません？みんなに尋ねることできるのか。ごめんなさい。僕、うんこだから知らない。そんなとこいると突き落とされちゃうぞ。ほらよかった、助かった。卵寿司、おかえり。うほほ、わほ。お、やった、一度に2粒。これも捕まえろってことかい？捕まえてみて、キャッチミー。If you can。よいしょ、勝手に並び直してくれてる、ありがてえ。待ちな。おっと危ない。人様の子供落とすとこだった、落としてた。はいはい、手つないで。さて次は、楽しかったね。あと3人。今度は秋のとこに戻るのか。
お、サーモン。美味しそう。俺はハマチが好きだな。ブリもいいよね。サーモンも好きだよ。サーモン。お尋ねしますが、サーモン、どこにあった？あのイクラどこにあった？勘のいい寿司は嫌いだよとか言われそう。でも探偵さんはお寿司じゃないか。よかった、一度に3粒来てくれて。はい、くっつきな。はい、入れ替わって勝手にくっついてくれる、ありがたい。なんだ、引っかかってる。何やってんだお前これ以上いけないお前らパーティーすんぞ。一回回収。一粒右の方に吹っ飛んでるけどな。お、これで下のシャリの方がどこに行ってたの？いろんな地域に。お袋。ごめんなさいめっちゃ散らばってる。全然集められてないじゃないか。探偵さんありがとう。お、乗った。これで爆発してあげたいね。シュル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 。探偵棒を捨てて、お、超長棒が戻ってきた。あー、お、どうした、お腹すいた？あ、不穏な音楽。ジュルリ、俺、お前、食う、イグだ。逃げて、イクラ逃げて。ああ、筋子になっちゃう。なるんかな。わお、美味しかった。所詮この世は弱肉強食。ちょっと待ってね。ふん、ぷん。おお。あれ？再利用。じゃじゃーん、戻りました。お、秋の実りが戻ってきたか。よかったね。ん、お、謎の階段。またあの洞窟のように入れる。ちょっとイクラさん爆破してあげたいなこの幸せそうな顔しやがって。てか一人足りなくね。おりゃよ。探検する？一人で行って大丈夫？しかも超長棒忘れてきちゃった。おお、囚われの記憶。雰囲気が全然違う。まるで RPG のダンジョンだ。どこどこ？ん？あ、本が囚われてる。あ、外れるんかい、普通に。普通に通れるんじゃん、それ。閉じたら普通に。ずっと長い間待ってたんだよ。はん？虹。お、なんかタイトル画面のような。私はブック、ブックマン。今日はあなたに伝えたいことがあります。この世界がどう変わってきたかってことが、喪失から得られるもの、記録を残してくれてるのか。虫歯菌のイラストのような格好してるな、黒いやつ。それはタッド部ということ。失うことで初めて物事の尊さがわかる。こ
これはなんか序盤にも見たね、オープニングで見たやつかな。しかしそれでは遅いのです。確かにな。私たちは失うことなくその尊さに気づくことはできないのでしょうか。なんかメッセージ性あるね、このゲーム。私が今日伝えられるのはここまでです。全部教えてよ、ケチンボ。おかえりなさい、本さん。本さん、ちょっとここに入らない？本さん、ここ入らない？きっとこの暗い部屋明るくなるよ。外に出るとまた展開があるんじゃろうな。おかえり本。おかえり本。みんなにも見せてやんなよ、蝶々だけじゃなく。なんか選ばれし者というか、なんか見せる相手は決まってるのかね。お、また亜空間から。向こうの空間は何なんだろうね。宇宙？本を求めて机が椅子がやってきた。ヒュー、わあめっちゃいる。数字、鉛筆、定規、ノート。右のやつはなんだ。もうあれかな、帽子持ちのやつだ。お帰りなさい、椅子さん。チャ。笛、鉛筆、ノート、定規、1、2、3、3、3、3。いいな、3、3。みんな本好きすぎだろう。ラブリー本。本はもともと彼らと一緒にいたのかな。読書の秋。どうしよう、蝶々。こんにちは。おっとっとっと、バランスを崩して。どうしたどうした。あ、なるほど、上のこの蝶々属性のやつ見てびっくりしたのか。てかちゃんとかぶれてないでしょ君。どんなバランス感覚だねそれ。三角、四角のライバルか。一騎打ちじゃ。丸三角四角。お、なるほど。五角形のとかいるかな、台形のとかいるかな。とりあえず爆発っとく。こんにちは、はい。とりあえず共通言語しようぜ。共通爆破言語。あはあ、はあ、ほらほら、チラチラ、お前も持ってんだろ。ほらほら、チラチラあんだろ、その中にいいやつ。やろうぜ。あ、これだね。そうそう、どうだった。初めての爆発、秋。初だったんだ。今まで爆発童貞だったんだね。あー、たまんねー。爆発たまんねー。ほんと思想が危ねえよこいつら。何笑っとんねん。笑っておけば何でも済まされると思ってんな。済むね。マジックボムの新しい能力、回復。おお、キサンやクチさんの汚れによって食べ物やうんちに変身した人を土管すると、何すか知らないけど元の姿に戻すことができます。ああ、いいねこれ。全部うんちにするとこだったからね。助けて、大変。本さんが襲われそう。本救出大作戦。ちょっと丸のせいで見えないけども。蝶々補佐なんだ。三角という形の概念の起源。丸三角四角、あとは何だろう、バツくんかね。プレステのコントローラーっぽく考えるなら。
ほら、待ちなさーい。本さん、助けて、本さん。助ける。くらえ。爆発してやっつけて笑ってる。とんでもないよな。まったく、反省した？ちょっと興奮しちゃった。やばいと思ったが、本への読書欲が抑えられなかったか。ちょっとおこだね、顔。ちょっと挟んでやんな、それ。バンって。もしくは本の角でゴンってやんな。あ、でも許しやんの？いいよ、大丈夫だから。まあ、うんことかあいつらに近寄られるようはね。うん。あとはトイレさんとかさ、水っ気のあるやつはね、本と近寄らせちゃダメだよな。真夜中の訪問者。お、マークラー。お帰りなさい、マークラー営業さん。なんか、茶色いの巻いてるね。これに、なるほど。玉ねぎの胞子というかさ、あれで、ね、みんなが泣いちゃったように、この枕の粉を吸うとみんな寝ちゃうんだね。大変。昏睡枕、野獣と貸した枕だね。どうしたらいいんだろう。2って書いてあるから、1、もう一人眠らせればいいのかな。誰が起きてる？よし。みんな寝たな？わーい。全員寝て？お、ベッドさんかな？すでに眠そうだ。危ない。居眠り運転ダメだよ。でっか、なんだあれは。お帰りなさい、ベッドさん。みんな起きちゃったんじゃない？ノートブック XPPP あれかな、寝言かな。スピーカースピーみたいな。寝てるね。枕から出る粉で眠っちゃうなんてとんでもないな。うん？どうした？ベッドに会いに行けばいい？ベッドインしたらいいか？この長老は何だろうね。上に、お、伝説の剣。頭に何か刺さった老人。ちょっとボケちゃって、あれかい？刺さってることに気づいてないのかい？抜けるかな？よいしょ。なんだこれ？抜きどころだよ。さあ、その剪定の剣を抜くんだ。コン。これね、下のじいちゃんの脳と直結してるからね、それ抜いたらきっと大変なことになる。お、鍵だ。剣じゃなかった。キーブレードだ。うわー、へにゃってる。蝶々の硬いあれがへにゃってる、じいちゃんのか。そして伝説へ。ドラクエ3じゃん。マスターキーソード、いろいろ混ざってる。私たちの世界を救ってくれる勇者のごとく、ブンブンと振り回したり、誰もが一度は憧れる背中に剣を収めることもできます。かっこいいですよね。かっこいいだけかい。キューキーでモンスターを攻撃してみよう。長押しで。ちょっと見えない、じいちゃん。あー、かっこいい。背中に脳刀ってさ、やりづらいけども、その抜きづらいけどさ、それ以降が。お、このマスターキーソードはコスプレ用途だけではなく、コスプレって言っちゃった。ドカーンとした後に見失いがちの帽子を再び蝶々の頭の上に召喚できるというとても便利な動力を持っている。へえ、便利だね、本当に。えい、ビシ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 。
捕まえてベシベシ。いた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 。はははは。聞いてねー。あはは。モンスターを攻撃してみよう。モンスターなのか。えいえいえい。帽子を召喚。入れよう帽子。お、また。今度は、え、なんだこれ、かぼちゃ？かぼちゃの上になんかおたふくのようなやつが乗ってるね。魔物だ、やれ。蝶々のお出迎え。うおー、ビート版？おかえりなさい、パンプキンさん。まだイベント発生してないのに近寄ることはできるかね。どうしたらいい？君は何さんだい？悲しみの人形。頭のサイズでかすぎでしょう。どうしたの？ペチペチしてあげようか。友達がいなくなったの。元からいなかったんじゃなくて？あ、目玉くんと花くんと口くん。ああ、合体できるんだ。あ、それは熱いね。どこにいるの？そこら中にいるよ。めくん、え？なんか闇落ちしてない？どうしたのそんな、パンプキンだからってハロウィン？君たちを集めに行くミッションかなと思ったら、キャードッキリかいもしや。笑い追われてる、怖いよー。顔変換作戦、 HP ゲージ